はい、どうも、こんにちは、ゆうです。今回は、夜にして、じゃん、家を作りました。ドゥルー、ドゥルー。はい、もう一つ私の作ったスキンがあります。はい、で、ここで、こうやっていくと、なぜか牛がいます。はい。ちょっと牛がいるのでちょっと不便です。そしてちょっと映ってるか、はい、映ってますね。はい、映っているのを確認。映ってます。はい、こちらとつながっております。はい、ここは外観は和風なので、マインクラフターの日常さんのクロノアさんの、お家を外見はだけ参考にさせていただきました。中は違います。はい、グロウストーンがあって、ちょっと薄暗いね、なんかかっこいいですね。はい、ベンチとテーブルがありまして。そして、こちらを行くと寝れます。まあ、今寝れるんですけど、寝ても朝になりません。はい。今テイク2なんですよ。なんかね、は、はい、申し訳ございません。で、これでどれだ、申し訳ございません。まあいいや。はい、こうやって弓でやりたいと、いきたいと思います。はい、ちょっと反射してすみませんね。ちょっとこのくらいでいいのかな。はい、2階です。2階、そして3階、3階はテラスです。はい、あっちから見、あっちに見えます。いろんな夜景が見えます。はい、そしてマルチをちょっと募集っていうか、マルチがあるんですよ。0.8.1 ですね。それで、マルチをしようと思いまして、ちょっと、後でマルチ出すと思います。それが、この動画の中に入っているかどちらかです。はい、そして、まずこっちに目をつけたと思います。多くの人が。これもマインクラフターの日常さんの、家を参考にさせていただきました。中は違うと思います。はい、ここでかまどあります。そしてこっちをやると、岩盤がいっぱいありますね。はい、核シェルター。もし、あれ。クリーパーとか TNT とかがね、なんかないと思いますけど、家の中に入ってきてしまった、そんな場合核シェルターの中で過ごすんですよ。まあサバイバルじゃないから大丈夫ですけど、サバイバルだった場合は、これ2階ですね。テーブルがあります。そして椅子、そんなことですね。3階、はい、3階には寝室があります。あそこからいい景色を見れます。そして最上階はプールです。薄暗い光でプールです。綺麗です。暗くないけど綺麗。こうやって行きます。そしてはしごがあっちです。はい、そしてこっちに行って行くと、はい、本屋があります。ちょっと映ってるよね。はい、多分映ってると思います。本屋です、今。はい、そしてこっちへ。はい、展望台です。これで紹介動画を終わりたいと思います。街ができています。そしてこの素晴らしい夜景からさよなら。